時間というドーピングを使いまくるっていう、うん、一つの方法として、例えで言うと、はい、養成所時代に、はい、毎日ネタ作りつつ週3ネタ合わせぐらいでやってましたね。で、毎日のネタ作りは1日絶対3時間やるとか、うん、あのそんなレベルじゃないですね。夕方の6時ぐらいからあの次の日の6時ぐらいまでほぼ12時間。ドーピングやな。12時間考えて、あ、何も思いつかへんみたいな、うん、で歩いてただけやんみたいな、どこやねんこれみたいな、やばーみたいなことを毎日やって、でノートにね、ノート開いて書くんですよ、はい、はい、どうもみたいな、戦後花火ですみたいな、うん、バーって書き始めて、書きながらおもんないなと思うんですよボケてないやんとか、うん、で書き続けるんですよ、もう書くんですよ、とにかく、うん、一心不乱に、うん、もう感覚なくなってくるんですよ、うん、もう何書いてるか分からなくなるんですよ。ほん で読み返すんですよ。ほんなら、おもんない話と、うん、おもんない話のこのつなぎ目の部分が破綻してて、はい、その話からなんで急にその話なんねんっていう、僕が意図してないあのハプニング的な笑いがノートで起こってるんですよ。僕の無意識が生み出した、ここだけ採用するんですよ。でこの採用を1個目のボケにするんですよ。何の話やねんそれみたいな、普通に考えてたら思いつかへんわみたいな。でそっからまた書くんですよ。でまたハプニング待ちなんかすごいな、何この単語とかで、それを編集して編集して、なんかこれなんか俺考えたんかほんまにみたいな、その俺考えてない、拾っただけやみたいなものを作って、あの養成所に持っていくんですよ。みんな、これどうやって作ったのみたいなとか聞かれるんですよ。で僕は、え、なんか散歩してたら思いつくけど嘘つけって自分で心の中でむちゃくちゃ突っ込みましたよ。聞いたことあると思うんですけど、陶芸家の浜田昌司さんっていう方がいて、その人がこう器にあのこう線を描くっていう、うん、これ15秒ぐらいで描けるじゃないかっていう、海外の記者かなんかが質問した時に浜田昌司さんが60年と15秒ですっていう即答で答えたらしくて、この15、この線出す、15秒で描けてるけどこれ出すためには60年描けたんやっていうのってすごくなんかわかるじゃないですか、と一緒で、なるほど、なんか若い頃は時間ちょっとかけててもいいんじゃないかなっていう。100の3、初めて泊まった恋人の家にあなたサイズの使い古した寝巻き的なものがあっても動揺しなくていい例えば180センチぐらいある人と160センチぐらいの子が付き合ってたとしたら、はい、やっぱりなんでこんな XL の T シャツあんねんって思ってしまうと思うんですけど、はい、まあいいじゃないですかっていうもうそんな僕はすごくなんかそういうのを気にしてしまうというか、動揺してきたんですね。動揺してえみたいな、動揺してることを気づかれたら傷つけるかもしれんから、はあ、ほんまは動揺して嫉妬もしてんのに、嫉妬もしてないし動揺もしてないふりせなあかんくて、なんかこういう時どうすればいいんやったっけみたいななんか身動き取れへんようになるんですよ自分の人生に期待しすぎないっていうのがありますね、うん、ほんまに自分に期待してないんですよ。どうなってもまあそっかとも思ってるんですよ。だからそれがネガティブな時だけじゃなくて、ポジティブな時もキングオブコント出て準優勝でしたみたいななった時も、あ、あのネタが
そうやったんやとか、うん、っていう考え方なんですよね。で前のコンビの時にちょっとだけ深夜番組で出たんですよ、はい、でなんか応援してくださってる人がいて、で2003年の8月に解散して、うん、ピースのデビューって同じ2003年の9月なんですよ、はあ、1ヶ月経ってないんですよ。でそれを綾部はすごい嫌がったんですよ、はあ、前のコンビを応援してくれてたお客さんの感情を逆なでするようなことになるんじゃないのみたいな、ちょっとまあ3ヶ月とか半年とか時間を置いて準備して始めた方がいいんじゃない、うん、って綾部が言ってて、当時の僕の考え方はやるべきことはこのペースを乱すことなくやることじゃないか、お前とお前の前の相方の都合で解散してお客さんライブ来られへんようにしたのに、何お前が大変やからって半年休んでみんなが許して前向きに応援してくれる環境を整ったところでやり始めようとしてんの、もうめちゃくちゃ自分主義やんってなって、そうじゃなくて芸人を目指すってなって続けるんやったらすぐやって見てもらわなあかんやんって思ったんですよ。やったら前まで応援してくれてたお客さんからめっちゃ怒られたんですよ。前の相方の気持ち考えられへんのかとか、違うんですよ、俺皆さんの気持ちを一番にやったけど、うん、えこんな風に伝わんねやと思って、気持ちって伝われへんもんなんやなって、めちゃめちゃしんどい方選んで、ね、めちゃめちゃお客さんを裏切ったみたいになったんやと思って、あ俺勘違いしてた、なんか俺のことを応援してくれてたと思ってたら俺じゃなくて俺がやってた線香花火という活動を応援してくださってたんや、そういう意味で期待せえへんから、高橋賞受賞しましたって見てみんな、えなんでそんな感じなんですかって言うけど、ほんまに失礼ですけど何とも思わないです。あーすごいな、何とも思わへんし、ありがたいな作品ちゃんと読んでもらって評価してくださったんやとしか思わないんですよね、俺じゃないしっていう感じです、ね、俺じゃないよ、すごいな、うまくやろうとしないっていうのもあって、僕ピース結成して最初いろいろオーディション行った時に綾部見ててめちゃくちゃ面白いやつやのにめっちゃうまくやりたいやつなんやなって思って、あこのオーディション落ちたなっていつも思ってたんですよやりながら、綾部が若手芸人やるのうまそうでめっちゃ下手なんですよ、はあ、オーディション見てる人たちってこいつなんやねんとか、下手くそやけど不器用やけど何かしら磨けばなんとかなるかもしれんな、俺がちゃんと演出つければおもろなるかもなぐらいのなんか素材探しに来てはんのに、なんかもうあいつなんかオーディションでただものじゃない感じ出してあのディレクター視点持ってるぐらいの、まあこうですよねやっぱりねとか言うから、 いらんってそれとかもうほんで1年ぐらい何のオーディションも受からんみたいな時があって、2年目になった時にうまくやろうとしてたら多分オーディション永遠に受からへんでって言ったんですよ。綾部僕がそれ言ったらマジでやべえじゃん早く言ってよって言ったんですけどあそうなんと、そんななんか深い意味なくやってたんやと思って、まあそれも仲いいメンバーから見たらなんかあいつのおもろいとこじゃないですか、はい、そうですよね、常にニューヨークのことを知り尽くしてる感じで言うしなんかそういうのが若い頃からあったから、なるほど、まだ年齢とそのキャラが合ってなかったんじゃないですか。ここで言うのがあれかわかんないですけど、うん、まあ、転職みたいなこともあるんで、キャリアの中で、うん、例えばサッカーで言うとこのチームでは輝かなかったけど、うん、他のチームに行ったらすごいスターになったとかいっぱいいるんですよ。あー、だからレベルとかじゃなくてチームにフィットするかどうかとか、うん、その環境とかいろんな問題があるんで、
それがもうスポーツの世界でも何年も野球でもバスケでも何でも何年も証明されてきたのに、なぜあの会社とかそういう職場の人たちはこの会社でダメだって言われたら俺はダメなんだって思わなあかんねんっていうことがあるんで、ここじゃダメだったんじゃないですかっていう視点も持っといて、違うところ違うチームを探すっていうのもありかもしれんし、まあ、転職なんて全然自分の環境に合わなければやった方がいいって言ったんですけど、矛盾するようで矛盾してないと思うんですけど、だから嫌なら辞めるっていうのは否定はしないんですけど、嫌やけど辞めなかったっていう場合に得られたはずの経験とか、自分の成長みたいなものは手放すことになるっていうのは分かってた方がいいかなと。暴力的に頑張れみたいなことは絶対に言ってはいけないけど、プラスに作用する時も確実にあったから、最初は確かに何でもちょっと嫌やしなとか、今自分が嫌やと思ってるのは永遠に嫌なのか、仕事に不慣れで何をやったらいいか分からん不安から来る嫌なのか、でもそれっていうのは1ヶ月後って状態変わってるんじゃないかなとか、いろいろ検証した上で、まあちょっともうちょいやってみるかっていう選択もあるかなっていう、人の間違いをすぐに指摘しない、まずちょっと待つ、自分が気づくかもしれんし、でどうやら気づかないなって思ったら、それそう思いますよね、僕もほんまにずっとそう思ってたんですけど昨日かな、なんかたまたま指摘されて、何々らしいんですよねって一緒に自分も死ぬ、その僕も昨日まで間違ってましたね、で昨日怒られたんですよ、優しいな。100の3、要するにって誰かが言うときって、ようやくできないことを強引に簡単にまとめようとしてるから、そっから始まるのは嘘の話なんですよ。嘘の話やから、要するに どっちですかって言われたら、どっちでもないですっていうのが、ほぼほぼ正解なんですよ、どんな時でも。はー、なんで要するねん。確かに。この例えとみんな分かってくれるかもしれないですけど、小説散々書いて、言葉選んで書いて、で発表しましたっつって、はい、取材に来られた人に、和田さんこれ要するにどういう話なんですかって言ったらいやいや、要するにで説明できひんことを考え抜いて、ね、なんとか言語化 してるから、はい、この作品はこの作品なんですよってことじゃないですか。でも小説に限らず、あらゆる複雑なこととか、あらゆる言語化できない微妙な感覚のことが要するにとか、もうピンクとか朱色とか橙色ぐらいやったら全部赤色ですねって言われてるんですよ、ね、なんか番組出た時にいろんなこと気にしすぎるみたいな話になって、はい、でそういう人がいっぱいいて、他の芸人でも、でみんなそういう話して、罪を憎んで人を憎まずっていう、そのキリスト教的な考え方って、その言葉だけではよく理解できなかったんですけど、なんか考えていくと、その命自体がもうすでに価値を持ってるって理解すると、これが脈々と大昔からつながってきると思ったら、自分一人の責任でそれ止めていいんかとか考えたら、すごい何万人とつながってきた命って、この先自分がつなげたらまたすごいつながっていく話でもあるから、これってなんかすごく重要な問題やと思うんですよって話してる間に、喋りながらバラエティ番組で俺何言うてんねんとは思ってたんですよなんかやばいやばい、迷宮に迷い込みそうになってるみたいな。でそれをさんまさんが助けてくれたんですよ。又吉、要するにって要は振りが来たんですよ。でも僕は要するにアレルギーがあるんで、要するにっ
ってくられたらもう何々っていうこの反射もあるし、はい、しかもさんまさんやから、僕その時もなんかバグって、はい、要するに又吉要するにって言われて、僕はみんなだって言ったんですバグりましたねなんか奇跡的に受けたんですけど最初から自分をちょっと汚しておくみたいな、私もう本当に純粋で清廉潔白な人間ですよって、僕ね、その努力することって偉いし、めっちゃ難しいことやろうとするやんっていう、それをやろうとした結果、ちょっとでもなんか変なこと言うたり、あの過ちを犯した時にすっごい目立つっていう、なんかもう見てられへんから、その後がもう最初からちょっと汚しといてええんちゃう知ったかぶりは自分の魂を奪いかねないなんか知らんのに知ってる感じで偉そうにするとかがこっちも困るというか、僕はまあ、あの小説も書いてるんで小説のお話をよくなんかする時もあるんですよ、うんうん、その時に芥川賞みたいな話になって、うん、芥川賞っていうのはあれだからねみたいなことをおっしゃる方って結構いるんですよ。偉そうですけど、うん、まあ、大体応天なみたいなとこからスタートしていって、うんうん、でもよくよく聞いていくと選評も読んでないし、選考委員が誰かも知らんとかなって、どうやってその芥川賞のあり方とかどういうものかっていうのをどうやって考えるのそれみたいなその考え方がないやんっていう、そういうことが結構多々あるんで、いろんなことで、あ、知ったかってなんか良くないし、相手に多分バレるし、おかしいな言ってることみたいな。今日なんかここまで喋ってきて、喋りながら思ったんですけど、はい、今更ですけど、はい、僕なんか自分の一つ変なとこ発見しましたね。何ですか？あの アホなとこありますねなんかあのそう、中学時代の友達、サッカー部で一回先生に怒られた後に一人ずつ読んでっていう、そのなんでなんっていう、なんか真面目に考えすぎて変になっ、さっきのも、まあ、そんなやつおるやんで済む話っちゃ済む話やと思って、なんでそこで、え、この人なんでそう思ったんやろって、なんでこんな真剣に考えなあかんねんって、今なんか一瞬俯瞰で見た時に、そこまでそこまで人の言葉に対して敏感になる仕事やからなってるけど、はい、そりゃそうやろと思ってたところが、うんうんうん、なんか揺れ出しましたねあれあれみたいな。一応新社会人に伝えようとした場合は8時半、9時半、10時半、11時半、12時半、怖い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 、8時間半考えすぎたらバグるって人間8時間半考えすぎたらバグりますとかでもいいかもしれない。いいかもわかんないですね。うずず小さくてなんか歩き方可愛くてよろしくお願いしますみたいな話し方の子やったら、あ、一生懸命頑張ってそうやなって勝手に思っちゃうじゃないですか。ピバナ書いた時に大悟さんに言われて、うわ、それ書けばよかったなと思うことが結構あるんですね。うーん、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。